はい、皆さんこんにちは、品川です。本日は島原を少し散策した後に南に下って南島原の方に行こうと思います。はい、湧き水スポットにやってきました。ここは浜の川湧き水、湧水かなっていうらしくて、もともとは海だったところが陸地になって、で湧き水が出るようになったらしいんですけど、多分あの島原大変肥後迷惑とか言ったかな、あの雲仙かな、まあ、島原半島で噴火が起きて、で山が崩れた土砂が積もって、今ね立ってるここはもともと海だったところが陸地になったんですけど、そんなエリアから湧いてる湧き水です。でその湧き水を用いて生まれたのが島原名物寒ざらしっていうこちらですねらしくて、これもね後でいただこうと思ってます。でめちゃめちゃ水が湧いてるんですけど、なんか区画が4つに分かれていて用途がね違うみたいです。でちょっと飲めるのかなと思ったんですけど、飲み水って書いてなくてちょっとね不安なんで、いただく前に、そう隣にね、銀水さんっていう、寒ざらしが食べれるところがある老舗のねお店があるんで、ここでちょっと寒ざらし食べつつ湧き水飲んでいいのか聞いてみようと思います。お店の人に聞いたところ、こちらの湧き水は飲めるそうなんで、こちらの秘釈を使っていただこうと思います。道中湧き水というより今回は、ね、温泉が湧いてたので、こちらも一口いただいていこうと思います。はい、つくも島あたりにやってきました。でね、海にね小さい島々が浮かぶ場所なんですけど、これは、200年以上前に起きた災害の島原大変肥後迷惑っていうので、まあ、今日の動画でも何回か出てきたこれで、生まれた島らしいんですけど、今目の前にある雲仙岳眉山がこう、まあ、地震かなでこう崩壊して、土砂っていうか、まあ、山の斜面がねザザザザって流れてきたんですけど、その時にできた、島々だそうです。だとんでもない、もともと海だったところにねこういう島ができたっていうんで、とんでもない災害だったと思うんですけど、多分ね今歩いてるこのエリアも多分もともとは海だったところが、その山崩れというか地滑りでこう新たにね平地になった場所らしいです。はい、今日のお昼は平野鮮魚店さんにやってきました。YouTube の視聴者さん、Twitter のフォロワーさん、いろんな方からおすすめしていただいたお店です。テラスにもお席があるので、今回はテラスでいただこうと思います。はい、ということでバスに乗ってやってきたのはガマダスドームっていう雲仙岳災害のこう記念館というかミュージアムがあるらしいんですけど、
こちらにね、行こうと思います。はい、ガマダスドーム見てきました。めちゃくちゃ良かったです。あの島原半島の自然というか、まあ、火山の成り立ちとかあれこれが非常によく分かったし、島原半島の人がその火山自然とどう関わり合ってきたかというか、あと火山のね、あの脅威、自然の脅威みたいなものが非常によく分かるミュージアムでおすすめです。で特にね、多分さっき映像にも出てきたと思うんですけど、島原大変庇護迷惑のあのプチシアターみたいなのがめちゃくちゃよくできてて、映像とこうギミックを組み合わせた感じのシアターなんですけど、すごい面白くね、飽きずに最後まで見れて、あれは子供から大人まで楽しめる感じで、あれ考えた人マジ天才だなって思いました。あれは本当に一見の価値ありでございます。はい、道中水無川というところにやってきました。でね、名前の通り本当に水が流れてないんですが、おそらくなんですけど、この水無川があの雲仙普賢岳が、の災害が起きた時に、土石流かな、土砂とかがガーって流れた川だと思います多分。で多分この橋はその災害の後にね、多分作られたんだと思うんですけど、多分もともとあった橋とかは全部流されてるはずです。はい、土石流で流されて埋没した家屋がね、今も保存されている場所があるので、来てみました。本当にね、地面の中に埋まってる感じで今も残ってます。これが噴火前で、これが噴火した後、土石流がガーって流れてますね。これ2003年とかですね。でかいね、丸っこい石とかもいっぱいあるんですけど、こんなやつがね、ガン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 流れてきたんだと思います。家の中の方にもがっつり土石流が入ってますね。今目の前にこう土石流で埋まった家が映っているんですけど、なんかすぐ隣には青々とね、美味しそうな野菜が育っていて、なんかめちゃめちゃ象徴的な場所だなって思いました。雲仙普賢岳、火山の恐怖と火山の恵みがこう一つの場所に集約されているような。いやでもすごいですね、たった30年前の場所にこうもう今ね野菜がなってるっていうのはなんかすげえなって思います。はい、バス降りた近くにあったバンビーさんというお店で晩ご飯を食べてきたんですけど、カツカレーをね非常に美味しくいただいたんですが、あのお店のマスターがあのこれサービスでってことで、さっき、ね、そこの港で釣ってきたばかりのお魚のフライと、あとねみかんも2つもいただいてしまって、とてもね美味しく晩ご飯を済ますことができました。本当になんかねほっこりして、あの素敵な楽しい時間を過ごせたバンビーさんでございました。はい、本日お世話になるホテルのまさごさんです。お部屋はこんな感じでめちゃくちゃ広いです。ベッド2つあるんですけど意味ないですね、僕の場合は一人なので。で、はい、こんな感じでね、南島原からの海の眺めも楽しめるオーシャンビューになっております。こんな感じの、よいしょ、ユニットバスでございます。多分ね、動画の編集とか終わったら温泉に行こうと
もので使わないかもなんですが、こんな感じでございました。